ほい。ほい。あ、ちっちゃくなった。あとだと。さあ、それでは、やっていきたいと思います。まずはここに呪いをかけて、とりあえずね、呪いをかけます。結構ね、長く持続するんでね、とりあえずかけとくだけでもいいと思います。で、敵さんはどっちかね、あれ、また引っかかる。ここちょっと引っかかんな。屋敷はね、多分みんなに見せるのは初めてかな。ここもね、なかなかいいステージなんですけど。あれ、いねえな。あ、いたいた。待て。叫ぶ。はい、バレた。こんな感じでね、今、投下はされんかったけど、まずワンダウン。投下はされんかったけどね、結構ね、この叫び声範囲が、でかいんですよ。あれ、これ、ごめん、ミスったかも。間に合うかな。ダメな気がする。あ、入った。ギリ、ギリセーフ。なんか、バリバリ失敗してる気がするね。よいしょ。ここも呪いかけて、じゃあ行きましょう。これがね、飛行ですね。早いでしょ、めっちゃ。ね。ただね、そうだ、説明してなかったね。数値がね、スキルの右下にあって、左下か。それが0になるとね、飛行が終わります。危ない、危ない。ちょっと待って。飛行で近づいてから切る。ほら。いった。うまいね。まあこれはもうスルーして、で飛行でよいしょ、呪いかけて壊す。そう、今みたいに飛行で詰められるんですよ。なかなかですよね。まず1個終わった。なるほど。ちょっと待ってね。あ、これ誰も助け来てないね。あ、来たわ。はい、詰めて。殴った。聞いたか。聞いたけど、ちょっと待って、下にもいたよな。いた。距離詰めて、お、あれなんだよね。逃げづらいんすよ。おいしょ、ダメだ。ごめん、届かん。引っかかった。おいしょ、終わり。壊して、呪い。で、キャッチ。救出されましたね。ちなみにね、この叫びなんですけど、壁越しでも有効なんですよ。そう、それがね、この、アマさんが、中道士がね、強いって言ってるゆえんです。ほうほうほう。詰める、切る、よーし。当たりましたね。よかったよかった。これね、えぐいよね、正直。違う。あ、これダメかも。あ、ダメだった。ごめん。ダメだったけど、まだいける。どっち行った?これじゃない?違う。ん?ちょっと待って。どこだ?あ、勝利だ。これ。よいしょ。はい。OK。はい。そう、アマさんの叫び声なんですけど、なんと、前方だけじゃないんですよ。アマさんを中心に一定の範囲、全方位、360度って言えばいいですかね。そう。その距離有効なんですよ。押して、よいしょ。やばいでしょ、壁貫通もするし、360度だから、周りにいる奴らに、響き渡、攻撃がね、当たるから、そう、バレちゃうんですよ。アマさんの近くにいると。よ。ほい。ほい。あ、ちっちゃくなった?え、どこ行った?え、どこ行った?え、何今の?ん?もしかして、あれ?あの人?全知全能系の人?いやいや、急に消えたよね。全知全能系の人かな?
はあ、もう出てんの。あれ、よいしょ、いた。えぐいて、それは。ん、どこ行った。外れ。やめてよ、全知全能系。まあ、言ってる意味上がるよね。よいしょ。瞬時に消えるとか、もうそれしかないよね。来てる？来てんね。はい、よいしょ。はい。詰めて切る。よいしょ。それか、あれかな、この子だったよね、さっき瞬時に消えたの。今消えんかったってことは、ラグかな、どうなんだろうね。え、どうなんですかね。まあまあまあ、まだまだ勝てる、勝てる、まだ勝ちに持っていける。うん、状態だから大丈夫。ああ、ちょっとやばい、ちょっときつくなってきたかもしれない。瞬時に早いな、早いな。あ、全知全能系です、皆さん。だってドアないのにドア閉めてきたからね。最悪、これ負けるかもな。えぐ、いや、きついなこれ。別にやつ捕まえよ、とりあえず。よいしょ。ほい、あ、待って、別の方行ったね。はい、いた。ほい、届かん。まあね、距離をね、いくら詰められる。お、また消えた。あれ、これ集団っぽいな。全知全能系の集団っぽいよ。いや、これはね、あの、勝てんぜ、さすがに。修道所でも最強のね、無理がある。えぐ、どこ、いた。この子は普通、この子はノーマルだと思うんだけど。えぐいな、無理だわこれ、勝てんわ。オッケー、入った。どこ行ったかな、待ってね。どれ、これか。はい、ゲット。今回はね、おとなしく捕まりましたね。どうなんだろう、でもさ、ないところでやるってことはそういうことだよね。で、あと突然消えたりもまたしたし、ラグかと思ったけどさ、全知全能系だよね。逃がしたくないな、この人。しんど、しんど。ここは呪いかかってる。待って、上やってるよねこれ絶対。あ、来た来た。ゲコゲコくん。よいしょ。詰めて。あ、HP あんな、この子。この子 HP ある。詰めて。よいしょ。やばい。もうダッシュが使えない。しばらく。はい。あれ、嘘。待て。当てたい。当てたい。当てたい。持っていった。いや待って、これ置いて助け来るから。よよ、壁貫通、君の位置は丸分かりさ。よいしょ、消えてるが大体の位置分かる。はい、よいしょ、すげえ。あれ、スルーした、あっち行ったか。
ほう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 。どこ行った？わかんない。わかんないぞ。こっちはあれが行き止まりか。ああ、戻ってきた。おい。戻ってきた。よいしょ。あ、脱出した？あ、違う、復活したんだ。ダウン。あれ、どこだ、椅子。椅子の位置把握してねえんだよな。女の子が復活しましたね。あったあった。これダメだ。解かれる。どこ行った？あっち。あれ、女の子じゃない？距離的に。どこだ？どこだ？あ、そっち。ちっちゃい缶発見。はっ、届かない。届かない。よいしょ。危ない。まあ、しっかりね。もうゼロ距離っていうところまで近づいてきんないと、攻撃当たんないから、焦ってね、飛行距離、飛行じゃない、飛行距離じゃなくて飛行能力をね、解除して、早めに切っちゃうとね、空振っちゃうからね、そこは注意ですね。ちゃんと下の数値を確認して、どれだけの飛距離飛べるかっていうのを見てた方がいいです。ちょっと疑惑の人がね、消えてくれてよかったんですけど、もうちょっとね、あんま、地位っていうね、あの言葉がつくのはね、連呼するのは、なんだろう。あんまよろしくないのかなって思って、最近はですね、全知全能って呼んでます。どうだ？そっか。バレてるぜ。どこ行った？この子隠れんのうまいね。こう曲がり角からの。これダメだな。おら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 。ドーン。ね、こんな感じ。しっかりとゼロ距離まで詰めること。これが飛行のコツです。ただし正直なところ、最強でしょう。ただね、これの能力を知った後だと、あれ？あの子全知全能だな。こんな走れないもん、長く。あ、やばい。この子、あれだ。やばいやつだ。こんな長時間走れないもん。こいつだったか。こいつはちょっと違うんじゃないかなって思ってたんだけど。こいつだったみたい。全知全能は。別の子かと思ってたんだけどね。最悪。落っつけないよ、あんな。普通だったらもうスタミナ切れてるもん。でもずっと走り続けてたから。上かな。てか、なんで全部光ってんのっけ？全部光ってるわけないんだよ。残り3つだけなんだよ、あるとしたら。これちょっと、これは不具合だな。これに関しては不具合だ。いた。オッケー。はい。はい、よいしょ。あれ、急にスピード、あ、今のほら、また加速した。これ、加速オンオフあるね。加速オンオフあるよ、これ。
あぶねえ。2発食らわせられたからよかったけど。そうだよ、最初普通だったけどいきなり加速したよね。でもどうだろう、体力回復も持ってんじゃないかね。もうそこが気になる。体力回復も持ってそう。あ、もうちょっとアゾン上に行った方がいいわ。上に戻ってくるでしょ絶対。うん、あそこが一番つきやすいから。ほら、いなかったけど、いなかった。あと1分耐えればうちの勝ちだもんね。いや、もう勝つよ。負けてられんわ。危ない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 。向こうやってた。あー危ない、ミスってくれてよかった。え？いないね。うわ、やっば！あれだね。これはあれよ。救済措置で今速度が速くなってんの。いないね。救済措置で速くなってんだよ、速度が。やばいな、これ。マジ。いない。ああ、もうあそこやりに来るわ。急げ。開いた。最悪。はあ。運営さん、もういますよ。全知全能が。どうにかしてください。全知全能系がいるんでどうにかしてください。最強の修道所でも勝てませんよ。あ、いた。お、いけるいけるいける。体力回復は持ってない気がするな、これ。体力回復は持ってない気がする。勝ちったな。ダメだ。いたいたいた。よいしょ。あ、ダメ。巻かれたくないな。あ、消えたね。あ、いたいた。おい、ざま見ろ。はい、いや。復活したところ殴ります。近くになかったから、なかったからこれ逃げられる。復活したところを殴るわ、もう一回。それでもう時間稼ぎします。もうこれは卑怯とは言わせないよ。こっちのキラーも、まあ最強ではあるんだけどね。でも、その、公式が定めてるルールに則ってないですからね。それはもう悪いですけど、こっちもそれなりの手は使わせてもらいます。復活するから殴る。はい、ダウン取る。あっちなんだよな。これ無理、これ無理。下ろす。でまた待つ。よし、制限時間で勝ちましたね。復活が35秒、残り時間が23秒。もう勝ちです。悪いけども、これしないと逃げられるからね。ちょっと行かれてしまったみたいです。よし！悪いけどね、それなりの対処はさせてもらいました。あぶねえ！よかったよかった。ちょっとね、全知全能系がいたんで、ちょっとこれは別枠で使わせていただきたいと思います。あー、脱出されんでよかった。はい、それではね、島津のプロットナイトになりました。またね、何か撮れたら動画にしていきたいと思うので、よかったら見に来てやってください。失礼させていただきます。バイバイ。チャンネル登録、コメント、高評価していただけると励みになります。ご視聴ありがとうございました。